ヒロちゃんという人狼が一番手強いと思う。まもなくゲームスタートでそれす。が一番、身一分を番確強認力しだてと思っくだてる。さい。頭の中にいるんだけどね。実際ができないのは僕発言頑張る気がないから、夜が来ま狼した。何も来たいんじゃ目をないか閉じてら、ください。白狼になりきれないから、あれなんだけど、頭の中にいるヒロちゃんという白狼が一番怖いよ。真の強敵は、ナンバーワンの男が見せる本当の真の人狼が一番怖い。ただそれが実際にはできません。練習、センスはものすごい高いんだけど、やる気ないから、そもそももうずーっと鍛えてもいないから。できないです。理想の人狼はできないけど、頭の中にはいるんですよ。そいつをいつも戦ってるんですよ。そいつが一番強いんですよ。まあ、ヒロちゃんが人狼で、白狼でもう話術が高いバージョンだと思ってもらえれば。まあ、そんなヒロちゃんはいないんですけど、今。実際は全然黒狼なんですけど、真逆の白狼みたいなヒロちゃんが頭の中にいるんですよ。そいつが朝一が来番のまし敵た。なんですよ、僕の。そいつ以外であれば別に後のメンバーは、昨夜は誰もうも死自に分以ませ下んなんでだしから、た。何も手強い相手はいないんですよ。だから別に当てても涼しい顔っていうか。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、おかしなムーブをやめたらいいじゃないですか、まずは。役守るために、住むらしいよう、一周目からしないようにしたらいいんじゃないですか。安易に住むらしいようして、なんか、そういうことじゃなくて、ちゃんとチームのために戦った方がいいんじゃないですか。発言で頑張って白くなる。よって、柱発言もしない。発言で白くなろうとする村とか、もう、何考えてんだろうと思って。戦ってる狼境地に失礼だと思わないかっていう。こんなことを言う人間に、私は一度だけ出会ったことがあります。感動しました。そのプレイヤーは柱をしないそうです。人外と狼のためにやらない。かっこよすぎて惚れそうですね。私が女性なら惚れますね。すごいプレイヤーに私は会ったことがあります。私もそばあるべきだと思いますね。柱はしない。フェアに戦うべき。発言で白黒つけて、勝ち負けを決めるべきだと思いますね。あと投票もする。6番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。5番さんのことはね、みんなね、大丈夫。5番さん白だったから、5番さん白だからね。5番さん、まあ、強人かもしれないけど、一応白だから、まあ、一応言っとくよ。で、占い仕様で5白ね、5白。ちょっと分かんない人がいたいから。で、なんで6番って占い A の仕様はもうが出てね。先に出ねえんだもう、ろう例な、えばこの人陣い営つも。が当てたっていいから。で、カリードは、まあ、盤面揃ってからね。まあ、占い3章もあるから。5白の状態だから、2週目に出た方がいいとかいうやつもいるだろうけど、別に俺は関係ねえから。俺は1週目絶対出るから。ね。で、占い3章になったら、俺以外があって、ね。カリードはちょっと待っててね。5番さん白だから、5番さんの星座いらないから。7番のプレイヤーは発言してください。5番も6番も大丈夫かなっていうふうに思います。いや、なんか普通に占い師が釣る信仰もありようにありなんじゃないのかなっていうふうに思ってきましたって感じですね。占い師だって、ちゃんと占い師って最初こうね、一発目に出ろよっつっていうふうに言いたいんだけど。5番も5番でさ、なんか誰に話してんのっていうような、なんか全然、ブレインに対して話してるっていうような感じじゃなかったんだけど、これワンチャン5、6あるんじゃないのっつっていうふうに、くらい、思うくらいに、なんか5、6はダメダメだなっつっていうふうに思う。はあって感じっすね。いや、ほんとこれでなんかさ、6番がさ、神とかだったら、地獄な村だなっつっていうふうにって思いますっていうようなところかな。やれやれって感じです。ということで、次の人どうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。お願いします。占い師ですね。ランダム占いの7番さんが白。7番さん白です。お願いします。役についてなんですけど、まあ、霊能は5番の位置までに出てきてほしくて、騎士に関しては、まあ、対抗出てきてるので、ね、まあ、潜伏で、お願いします。で、まあ、6番の偽要素なんですけど、6番さんっていうのは、もう、いきなり普通ね、占いのカードを持ってた場合っていうのは、もう最初に使用しますよね。でも、そういう使用がなく、なんかすごいこう、なんていうんですかね、なんか変な、
使用の仕方だったじゃないですか。それがまあ偽要素っていうふうに、まあ、気づいてほしいかなと思ってて、5番さんに関しては、まあ、村人陣営としての、まあ、なん立ち回り方っていうか、まあ、基本 原理みたいなね、はあ、そういうのを喋られてたんですけど、まあ、ほぼほぼ同意なんですけど、まあ、でも僕はね、嵐に関してはね、あ、嵐じゃない、あの走らしように関してはね、もう黒いと思いますよ、それを。9番のプレイヤーは発言してください。村人陣営、特に必要ございません。まあ、全部に触れるんだけど、5番さんっていうのは、ね、あのなんで人狼と狂人、人狼と人外をリスペクトするのかなと思って、もし村陣営であれば、リスペクトなんか絶対しちゃダメだなと思いました。で、そこに白を出している6番、出方ね、あの普通にね、6番さん、占いだったら、占い5白でいいんですよ。5番さん大丈夫、皆さん大丈夫です、5番さんは。5白です。いや、ないないない。6人狼ね。で、俺思ってるのが8も偽だと思う。8狂人だと思ってる。多分ね、6、7ロロ見えたから7に白出してんだよ。6、7ロロ、8狂人、新占いがこの後にいます、絶対。おかしいもんだって8言ってること。いや、おかしいから。7言ってることおかしいから、5、6ロロなんかあるわけない。はい。ね。今日ね、はい。疲れたね。うん、痛い。一番のプレイヤーは発言してください。でも飛ぶのは。お願いします。村人陣営でした。首で。6番さんは、9番さんが言ってるのとは、なんかそれは偽要素になってないと思います。言い方の問題だと思いますね。僕は伝わればいいと思ってるので、まあでも2人とも真っぽくないっていうのは一緒で、特に8番さんがなんか6番さんの偽要素みたいなのをつらつら述べてたんですけど、なんかそれって自分の考察力に自信ない人が対抗の審査し始めて、まあ錯覚でなんか自分を死んだと見せる人外ムーブだと思うので、なんか対抗の審査でとかしててつまんないなと思いました。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。そう、誰かマイナスしてましたよ。はい、ちなみに今聞いた段階で9が、7に対して言ってる内容っていうのは自戒気味だと思ってるんですよ。で、1番っていうのが、要はその9番のブラフに乗ってると思ってます。正味。で、7から9にかけて、要はその、なんつうか、困るというワードを使った人がいるんですよ。で、その人に俺は入れようと思ってるんですね。一周目聞いた段階では。さまさんは、もうわかりますよね。聞いてたら。僕はそこが釣り地になってます、今。3番のプレイヤーは発言してください。いや、全然わかんないっすね。なんやったら、その、次回とか、そういう難しい言葉が、よくわかんなかったですね。グレーの位置やったら9番さんは釣りたくないっすかね。仮に9番さん狼で6、8、ローローが見えとる段階で 3CO の発言が出る。やったらわかるけど、9番さん目線で狼がおらん状態で6、8に喧嘩、なんて言ったんかな。まあ、とにかく9番さんがそこで6、8両方とも偽で5、7の6、7ローロー、8狂人とかいう視点を落とす必要が9番目線ではないと思ってるから、9番さんは今日のスリーチじゃないと思ってて、7番さんが言ってることは僕は納得がいって、あ、そう、もう時間ないんで、とりあえず 1,2 のどちらかですね、今のところ。9番さんは今日の釣りから除外っす。4番
のプレイヤーは発言してください。2番さんはちょっとごめんなさい。何が言いたいのか理解してあげれなかった。で、1番さんはちょっと主観が強すぎる。あとちょっと気になったのが、6番さんの5番強人に見えるよねの理由が欲しかったんですよ。9番さんが言ってたけど、その、人道ちょっとリスペクトっていうか、その、頑張ってくれてるんだから的な発言、確かに、と思って理由が欲しかったし、7番さんの4号ローローはちょっとわかんなかった。4号ローローでやるって思ったから、そこにし、ちょっとごめんなさい、ごちゃごちゃしてて。だから、3番さんに乗るわけじゃないけど、私も9番さんついたくない。でもちょっとツッコミどころが多いので、ちょっと、5番のプレイヤーは発言してください。はい。プレイですね。はい。6か8にシーンがいるでしょ？うん。プレイ行けばいいじゃないですか。はい。ユーラーなんで6か8陣が相手見たんだろうって感じだよね。1は8サライデンだから1、8のライン切りも考えなきゃいけないわけでしょ？ 2 番は何言ってんの？どこ釣るっつことだな。わけわかんねえなっていう。3番は9釣りたくないだけで、占い審査してないでしょ？ 4 番は6、7をたらいでる人だったっけ？7をたらいでる人か。うん。まあ、6号の言い間違いだと思うけど。だから、この中で怪しいところに投票するしかないっていう。6と8の占い位置も考えて決めなきゃいけないです。はい。はい。言うとで何言ってんの？何？同人と人狼にフェアじゃないで、発言もしないで走らして白くなるやつ？村でもいらねえだろ、んなやつ。まともじゃないよ、神経が。発言して負けるんだよ、むしろこのゲーム。6番のプレイヤーは発言してください。まあ一つの提案を5釣ることね。7番に言っとくね。5釣ること。まあ白結果だけど5釣るのが一つの。で2つ目は、3釣りたい。うん、でできたら狩人出てほしい。うん、この状況って狩人出たら5釣りたい。5釣らない限りは狼釣れる可能性めっちゃ高いんだよ。うん、少なくとも4分の1、なんで5釣るの？4分の2まで上がるから、釣ること。でも、狩人が、まあ、5とかだったらもうどうしようもないから、まあ、それはいいや。で、俺が釣りたいのはやっぱり3。うん、何度言っても3だね。なぜならば9っていうのは6、7の。お城持っててこの状況で5番釣ってたら話にならんでしょ？そこに、何言ってんだろう、ね。釣りたくないとはならない。ハントゲームしてほしいよ。それより3だな。うん、俺は3釣りたい。7番のプレイヤーは発言してください。うん、なんかその3釣りたい6番の理由がよくわからないんだけどって感じ。あと4番さん多分言い間違いというか聞き間違いだと思うんだけど、まあだからっつって4番叩き切って、まあ、さらさらないんだけど、5、6、ロードがあるかもしれないって僕は言ったわけで、かもしれないっていうふうに言ってんだけど、なんか9番さんは5、6、ロードで見るのがおかしいって言って、言って、いやなんでって、そこの理由をなんかちゃんと言わないで、7釣りっていうのはちょっとおかしいんじゃねっていうふうに思うんだけど、うん。だって、例えば5、6、ロードで、まあ要は5番さんがしくって、そこを6番さんが囲ってフォローしたとか。とんでもないけど、6番って精神ないと思うから、3行ったら。人狼同士で。そういうのもなんか、うん、6、3、ローローかもしれないよ。手口使ってっか、村インギリの。9番のその思考側が。3行ったら本当に白かもしれないよ、一応。なんか、釣りたいとこあるんだったら、じゃあここ釣りたいダメだ、この例のダメだわ。ぐた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 言うタイプで、ランテージっていう、要件を出せないタイプ。だってさ、もうこの盤面ってランテージすること、騎士困る。ダメだ、こういうタイプがダメ。もう、仕事ができないタイプ。もう話聞くだけで分かった。ランテージ上げられないやつが仕事できないやつが、このゲームの。もうぐたぐたグレーセサして。なんで、まあ、29の欄で、おまけに6番セレティーや。うん、だから、296。俺もそう思うわ。296ってか、本当は戦略的に3番とか押さなきゃいけないんだけど。6が死んでも5番を差し出すとかわけわかんないんだから、この盤面 5-0 なら負けるだろう。8番のプレイヤーは発言してください。いや、普通に6は入れなくていいんで、
あの2級のランですか、あのだったら、いや僕1番に行きたいですけどね。あの1番さんって僕への指摘がおかしくて、その6の対抗に、ベラ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 3番に行かなきゃいけないの、こういう時なんかうまいやつは6人狼軸で取ったら3位って消すのラインを陣取れねえと思ったらライン切りするんだろう、いかようにでもこのおっさん。しかまあ発言をしている人物がいなくて、でも意図がそれならやればもう、まあ、一応あの精査っていうか一応触れましたよね。だからそれであの6に対して触れたことが偽要素っていう1番はもう圧倒的におかしいんですよ。8番もな。だから一番釣りたいかな。自分を真と見て、こういう占い師が多いからね。7番これ対局でしょ ?65 ローローで。あ、違う、なに ?61 ローローで1番が8番ぶったらくのなわけねえだろ。65もおかしい。6強人ならわかるけど。データ入ってんのうちの人。7番もそれで人占いぶったらくって、日で。そのことから8番になるんだなって9番には思ったんで、9番はそこの発言してほしいかなと思ってます。ただ、9と1であれば1のが圧倒的におかしいかなと思っている。まあ、9に関しては自分の意見はしっかり述べれたけど、1に関してはもうその発言っていうかその僕への指摘自体が不当すぎるなと思ったから、うん、2番はねあの困ってる人物が困ってるっていうそのワードを使った人がいるって言ってたんだけど、それって多分7番のことだと思うんだけど違うんかな。あの2番はもう2周目マジで色を落としてほしい。そうしないと、うん、まあ変なのは2番だからつったらもう、はい、3,4 はねあの消去法で外れるかなと思ってるから、うん、そんなに9番への評価は気になるけど、俺はね、一番のが気になってる。本当に橋が死んだら、3番が白いもある。はい。以上です。9番。このおっさんが何、芯取れない場合にライン切りしないの？発言してください。狼での勝ちの執念があるだけの人だよ。配送案件でもゲームするとか。あの俺が人狼であれば、1,2,3,4にいる俺の相方が絶対出てきますから。わかります？もう夜中の会話で、あのどっちがあの1,2,3,4ね、俺の人ってあの人がもしかしてこういくと決めているから6と8で、この人もアカウント変えんだろうね。9番2番ランテージコンビってスムラです。なんで名前変えんだろうね。はい、考察言うよ、6絶対人狼でしょ。で56ローローはないのわかるでしょ。6って5つっていいっつってるんですよ。だから5の色が見えてんのね。で俺の考察言うよ、なんで7の対抗が今出てきてねえかって言ったら、5が強人なので、6が人狼で5が強人なわけ。はい、6の相方を見つけるだけでよ。今日ね、あの8のことをね、偽だとかね、言ってるやつをね、釣りますね。はい、えだってさ、霊能の対抗で出ない意味ねえもん。あの狂人がさ、5でしょ、これ。狂人潜伏するやつがいる、このおっさんって。考えろ。狂人潜伏ってメモ取れ、いっぱい。いろんな人いるぞ、狂人潜伏って。いろんな人がいるよ、今日潜伏って俺とメモしてるけど、いっぱいいるよ、もう呆れるくらい。ニートはいるよ。それ以前の問題で。のプレイヤーは俺は白なんだよ、真面目にやってるから。あんな美しい発言してんだから柱するななんて。2級って言ってるんだからさ。俺は今人外人狼だったらもう人狼発言の連発だよ。フルオープンだとか。ハリウドっぽいところとかさ、平気で釣りに行くのやっぱ真に見えない。し、9番さんが、いや、わかるんだけど、あの、それ発言順によって全然違うわけじゃん。ね、だから、それで9番さんが、俺ら狼じゃねえよっていうのは、あの、全然辻褄が合ってないと思います。僕は、まあ、6号はないんだけど、8番さんはあんまり真に見えないよ。だって6、1に絶対見えないでしょ。こんだけ俺が偽って言ってんのに。失礼します。人狼プレイヤーって、マジマンみたいなのが普通。俺みたいな異次元になれば3番とかする。はい、絶対3番。の今、3番とか4番もお気づきだろう、あ、気づいたと思うんだけれども。一番の、なんか、記事っぽいところを狙って釣りをしてるもあるよ、一応。まあ、いや、ベクトルが違うんだよね。三釣り。8番が9番に、9番が8番に行ってる内容っていうのが、一番っていうのは、2種目、変換してる精査を行っている。だから、やっぱ、俺の初手の、9番のブラフに1番が乗っかったと思ってる、ね。うん。で、この1が乗っかったっていうのが、例えば1が、要はその村側で、
なんで、こういう人たちって、6、1のベタベタなラインで6ローマ勝ってて8番をぶったらぐっていう。自身が釣られない。やめたらいいじゃん、もう6、1ローマで1番がそれラストウルフやるだったら。1番が相当その癖があるっていうのがあればわかるけど。一般的にはそんなことあると思ってる。9のブラフに乗った。要は9のブラフに引っかかった。あんまみたいに打たない結果もパッとしないで。6番が8番をしてるから 6-3 ローローとか一応イメージして3ずりだでまとまるのは。アンバンがたとえ白でも黒でも。でも多分思ったと思うんだよね。今の1番の発言聞いて、あ、9のグラフに乗っかったな。多分3も4も気づいたと思うんですよ。多分3と4も俺の喋る内容と多分同一だと思う。多分同じこと喋ると思うんだけれども。だから今、視線とついちゃえば決まってるんですよ、ね。この段階で。だからそこで、例えばじゃあ釣り地をじゃあ、変えようとしてるっていうのが、した人がいたら、まあその人は、そいつとの関係を持ってる人かなっていうライン精査が、やっと出来上がる、議論だったなって、僕個人的には思ってますね。3番のプレイヤーは発言してください。多分わかりました。もう、ほぼ1番さんにしか触れてないんは、疑問視はできるんですけど、まあ、1番さん初週で6人制って言って、次8人制って言っとったからおかしいが結論ですよね。僕も1番さんですかね。9番さん釣り位置に上げない理由は、6、8が進路だった場合に、9番さんが狼で、5、6、7、8にヘイトを向けて、まあ、これ初週で言いたかったことなんですけどね。はい、3、4になった9番さんは怪しい位置になるけど、2、4盤面において9番さんが狼だった場合、ヘイト管理ができてない。っていうところが初週の釣り位置じゃなかった理由です。一番さんから言うと、把握しました。いや、じゃあ急に釣りたくないですね。2番さんの、まあ1番さんにだけの指摘っていうのもわからんけど、その1番さんに対する精査は良かったと思うから。じゃあ消去法で4番さん。3番って6陣外で置いて1、6ロールで見えてんの3釣りしかねえだろ、もうよ。6、8の相方としては全くもってふさわしくない。新居だった場合のみ9の釣り位置が上がるけど、僕はまだ強靭の位置が全くもって6、8に見えていないので、9は除外。2番さんの1の精査は良かった、そこだけはね。6、8の審議については6番さんの方が圧倒的に2攻めだと思っています。はい。まあ、まずそもそも、まあ、僕を釣り位置に上げるのは別に、5番さん釣り位置に上げるのは論外だ。論外は暴言です、ね。おかしいんじゃないかなと。思っているので、今日の釣り位置は僕は4番さんで。1番釣りをしてんだろう。白要素も、何にも取れてないです。4が7を5、6と言ってるのは変だ。はい、以上です。3釣りでいいよ。4番のプレイヤーは、9と2っていう村のハンデがいるから4釣られるでしょ。それはないでしょう。それは厳しくないですか。じゃあ4を何だと思って釣るんですか、3番さん。あ、1じゃなかった。じゃあ4で。それはないでしょう。3釣り。それは黒い石を炙り出した罪は重いから、あと、ランテージをぶらした罪が重いから、3釣りじゃないといけないから、最後に、たとえ俺は村でも3番釣る。9番さんって8を偽死しするやつが人狼だよって言ってるから、1って9に乗ってないんだけど。6、1ローローで追ったんでしょ、うん、やめればいいじゃん、この人。3番だけ釣り。8をもう制裁モード。絶対する、俺は。許さない。で、なんでそれで3番さん。ゲームと向き合ってない、こいつは。申し訳ない。俺みたいなレベルになれば3番のプレイなんてマジでイラ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 しか来ない。でも2級超上手い人からすればこんなふざけた精査で1番を釣りをしてるやつらなんかマジでイラつきしか覚えない。強靭を期した時騎士があるにもかかわらず1釣りをするなんかもうありえねえから3釣りで6番にしって今村目線ってもう3番しか釣らない。3番が責任を果たすべき。俺の心は変わんないんで3釣り。でも1、8は確実に甘いや。騎士だからいい。8番もダメだよね。1番だけ除外なんだよ。8が死んなら6番ローで追ったら1番唯一除外なんだよ。ダメだよな。このレベルが量産されてんだもん。そのなんだっけ。俺からすれば本当にデスボスるよ。から1、6とかで見えて1番が8番ぶったらかわけねえだろよ。ミスリードしてる村から強靭だろ。白だろ。一般的な。ここ我慢して占い一のも使わない残すんだよ。変な発言してないからよかったのに。疲れるわ。私は2番行くけどね。3番さん変だよ、でも今日。2番さんほっとけん。指定をブラシ。6-3の可能性がある。ただし、この村は2級というハンデがいるから3、6ローローすら見ないっていう。そのレベル、8番もいるから。始めてください。6番の投票の3位がなかったら6行って3。はい。もう、
もう3番釣らないんだったら俺はもう3番行く。許さない。4釣って4白なら3番も釣ります。たとえ負けても3番を釣ります。俺生産モードに入ったから。許さない。2番のプレイヤーが選ばれました。ほら、6の投票が2に入ってんじゃん。3行ってねえじゃん。もう明確に。本当にこの村ってもうセンスないよね。発言してください。6ローで見たら3番の色見なラインはそこでしかないんだ、まず1点。そこを消す。もう1番カリドがいいんですけど、あの、1番がカリド主張する前までは。1番とのつながりがどこもねえだろ、6と8がや。あっちいちでライン切ってる。異常なラインゲームのレベルだろ。9に背いてるではなく、あの、9のブラフに当たってくるわ。9番だと6番が陣が選んだのに96とか見えんだろ。ある可能性としては。近距離で見たらどこの二郎構成一番人狼があるかもしれないっていう精査をしてるんです。だから4番さんはその1周目の1周目か1周目の1番が8番守らないから結果落ちないけど6、3言及するべきだと思ってます。そうか、追うしかないんじゃない。もう6番だから俺を釣ってるんですから。俺村ですからね。はい、まあ4番人狼だったらいいんですけど、はい、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。この村はセンスがなさすぎて、もう6-3という見えないラインがある以上3の色味をしたらいいじゃん。まずはそこ1点だろ。まずそこで白か黒かでライン切ってるかどうか見りゃいいだろ。まずそこが見えんだから、まずそこやればいいだろ。だからもういいんじゃない。6と3を制裁釣りするゲームだから、もう形の先を釣り寄すとか、騎士のことも考えない釣り寄し方ね、そういうのも考えないでしょ。じゃあ9番が6に背取ってるなら96を追ってもいいだろうし、2番が変だと思追ってもいいだろう。4番と6番って意外と繋がんないのは、7番が5、6を追ってるのは変だって発言が、なんかどっちかっていうと6の用語側だよね。じゃあ6、4でやってんの？じゃあ6を守るためにやってんの？そういうの考えないの？ 6-3 ローローで行って負けたらもう6と3許さないからもうダメ。制裁釣りの対象だからもう勝ち負けじゃない。昨夜死んだのは6行って3。ここは変えない。8番。違う、そこ守んねえしよう。のプレイヤーは発言してください。まあ、8かまれるよな。ちかまれるよな。あ、6の黒要素は、まあ、まずね、あの、まあ、言い方もそうなんだけど、出方もそうなんだけど、2日目じゃない、2巡目で、5を釣るからどうのこうのとか言ってたんだよ。6目線ね、6が真だったときって、5ってマックス強靭だから、5を釣るって発言なんないんですよ。だから6は黒で、5の、あの、白が、見えてるから言ったんだと思うよ。はい。で、6いきます。で、6の相方、3なんで。はい、その通り。3いきます。絶対3いきます。あの、6の4角を。制裁釣り。で、8の地紙も絶対ないじゃん。で、5制裁を入れます。3番を、ね、釣ります。何があっても許さないんで。意地を守る概念がないから、3番に行きます。たとえこの人を起こしても。ロードがあったとしても、3番が悪い。お願いします。これは3番釣らないと気が済まねえ。カット、角が曲げるの釣り。まあ。この村が悪い。いいんじゃない、6釣りで。俺、8はあんま真に見えないけど。いや、7白持ってて、5番の精査深めました。じゃ、触れるところ6番しかありませんっていうよりは、もう少し他に言うことはあるだろうって。だって、6番の偽要素は、まず、発言のなんか順序がおかしいとか、いやいやどうでもよって思ったから、そんなに八神に見えないから六つって、そんな感じで失礼します。三番のプレイヤーは発言してください。はい、六三じゃないっすね。今の発言から聞いても6、9は見えないですね。わざわざ3、1本で、6、3でつなげてくる理由が見えない
で、ログ級労働だったら9番さんが5、6、7、8ぶったたく必要もない。9番さんは今のところ間違えとる村だと信じてます。僕が今のところ見えとんは6、4労働。もしくは6、5労働かな。5番さんの発言はまだ正直6番さんとのつながりが見えないのと、6番さんが初週で5番さんに白出した出し方が6、5労働には見えないから、6、4の黒囲いじゃないんかなとは思ってるんですけど、僕はここまで4番さん黒黒って間違ったと申し訳ないけど。はい。今日は6番さんいきますね。はい。で、8番さん噛まれとることから間違いなく、占いは新郎で取ることはほぼほぼ確定したんで。はい。まあ、2番さんが強靭で落ちてなかったら、9番さん、6、3いたら間違って負けますよ。6、3はナイス。だから負けりゃいいじゃん。ない、ほんまにないからね。はい、釣ります。あの、2番さんが1番さんに対する。だから村が3の色を落としてくれないから、こういう時には人外が押してるところを押す。その色を見る、ちゃんと。基本に乗っ取ってやる、ライン切りを警戒して、村がそれをやらないから、色がわからないから、ロロ囲い追わないので、3から釣り入れて、負けたら負けで終わりっていうのでいいです。はい。ちょっと忘れしたんですけど。まあ、なんか違うなって思ったんで、昨日は4番さん入れましたね。はい。そう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 だよ。あ、1番の方でしょ ?1 番。うん。声があれだけど、そうそうそう。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、6番いきます。6。間違いなく陣がいい。で、3番さんが、6、4。6、4。え、なんで6、4なのって話だし、やっぱ3番さん今日も変だなと思って。本線6、5じゃないですか？黒囲いとかマジ弱くないですか？6、4でこれやってて、うん。3番さん変だね、やっぱ。9番さんの評価集ずっとしてるように見える。3番さん。そんなに9番さんの票が欲しいですかね。うん。まあ、6いってください。6番さん陣外なんで、6。5番のプレイヤーは発言してください。8万盛るよね。6釣りします。片白を押してるから、だから陣外なんですね。3と4ではっきりしなかったら俺4行くかもよ。3番に行きます。次の日。6番が3番に行くと言ってる時に、霊能は必ず6番人狼の可能性があって、6、3のライン切りするために3一本して出すんだよ。わかったか？今度勉強しろよ。な、3番に行きます。制裁釣りです、必ず。ただ4番が発言で6を追うならもう、俺4行くよ。釣られたくなかったら明日3を押せ。黙って9番と5番と4番で3番で固めれば終わる、このゲーム。ただ4番の発言が5、6を追うのであれば、制裁釣り行きます、4番。貸したかったら3番に行け。俺を追うな、もう、二度と。6、3ローロでまず追う。3、投票が3番じゃないから。この人。有言実行できてないから3番。3番は起死懸念もなく1番を釣り押すという悪行を行ったから3番に釣り押す。何があっても3に行く。ちゃんとゲームしろ！ 6 番のプレイヤーは発言してください。いや、俺が芯を追われてない時に噛んだら、ね、6、5追われるじゃん。ね、で、8噛んだら6、4ロー黒囲い追われるじゃん。で俺が3行くって言ったら3行かなかったら3、6、3追われるじゃん。だから絶対俺が8を噛むメリットないんだよ。わかる？ 4 黒だったの、5番。4黒だったの。だったら、普通に、ね、7番、5を差し出すから。だから黙れよ。5を差し出すんだろ？だから黙れ。負ければいいだろ。だから明日も言ってやるよ。片白を差し出した者のシーンは見ない。それでいいだろ。それで負けたらいいじゃん。俺いい。じゃあいいだろ。じゃあ負けるぞ。じゃあ負けたらいいんだろ。じゃあ3釣りますよ。負けますよ、俺は。喜んで。こんなんで、ね、6球だと追われるじゃん。絶対おかしい紙だと思わない。俺は芯だから。絶対芯だから。7番。片白を差し出した者のシーンは見ない。負けたら6が悪い。ちゃんとゲームに取り組んでない。6つって3。4を勝たす進行を取る。ただし4番が俺のロー追ったら4番行く。許さない。俺も制裁モードの時に口答えしたものを釣る。人が言ってるんだから黙ってやれ。果たしてあげるよ。俺は6番のプレイスタイルが嫌いだから6番のシーンは見ない。
どっちみち今日辛い勝ち負けではない。この試合6番がやってるプレイスタイルを叩き潰さなきゃいけない。明日言ってやるからよ。お前を勝たせたくねえから3位行くって言ってあげるよ。あれだよな。ちゃんと言ってやるよ。負けてもいいからって言ってやるよ。楽しみだよ。あ、プレイヤーとして間違ってるから。だから6番このスタイルでは勝たせない。絶対3位行く。たとえこの試合を落としても。可能性だと考えると、強靭だったらワンチャンね、こう送る可能性あるんだよ。だって、結局陣内目線、両方白なんだから、6、8ね。だからワンチャンっていうところで、チャレンジに乗ってくれるかなっていうふうに思ったんだけど、それを乗らないってことは、6が黒い可能性が高いってこと、うん。で、3は白に置いていいかなっていうふうに思う。うん、だって3ってさ、HP めっちゃくちゃさ下がってる2に弾いたんだよ、うん、陣外だったらそのままに突っときゃいいじゃん、うん、あえて目立つことしなくたってっていうところ、うん、まあそれ8番にもよるから8番俺は嫌いだから3いきます。6番を勝たせたくないな。まあ俺はもう精査落とさない。片白釣り押すとかマイナス思考の真の占い師は負けた方がいいよ。恥だと思うよベテラン勢が。以上です。5番を白で黒を打たれても5番を守り続けて負けてんだ、多くの人は。多くの人はそういう占い師であるよ。真の占い師が片白差し出します、負ければいいだろう。その言葉を言ったものの真は見ない。それで負けても悔いはない。それで行く。以上。3番行く。明日。以上。まあ、もう、それだけ。3番が 1番釣り押すなんてことをやってるから、もうダメ。9か2の乱なら騎士を守る気持ちもないから、3番は荒らし行為を行ったから、6と3は荒らし行為だから、ここは許せないから制裁のプレイヤーはプレイヤーとして間違ってるから、もうここの試合を私は必ず村でもつい本当に許せない。俺ちょっとね、夜会話した時にきついなと思ったのは、8守られた時もう100番負けると思ったのね。いや、よかったよ、これはよかった。相方はナイスだなと思うんだけど、ただ強靭が分かんないんだよ。強靭はちょっと強靭アピールしてもらわないと全然分かってない、俺たちはね。もう騎士はもうダメすぎるもん。あれ、守りは8一択だよ、もう。8守んねえんだもん、この騎士が出た瞬間に。6号は見えないの。いいよ、俺はもう強靭いたら負け進行取るから3釣り。4番強靭くせえけど、なんか。強靭がどこにいるかが全然分かんねえ。いや、もういい、3釣り。まあ正直俺は9だと思ってるけど、まあ、じゃあ9、じゃあ9、まあ、言わなかった方がいいな。ごめんごめん、今のは出現した。夜が来ました。目を閉じてください。3番釣ります。意思を懸念することができなかったから、3番は村でも負けるべきだから3釣ります。はい。はい。優等票はもう精査は落とさないんで、3番釣ります。この盤面で騎士を守る気持ちがなく、一番の騎士を炙り出したから、そう、あんなもん6偽でしかないって。もう、8が死んでしかないのに8番がもうダメすぎるから。6ローで見て1番が一番繋がんねえだろ、安牌だろ1番よ。ほんと腹立ってくる、このレベルの占い師が量産されてたよ。美しくゲームしろ。3番しかねえだろ、行くところがよ。6番が3番押した時点で。3番の、同じところ、色見たいです。ライン切りがあるから。そこをやってくれないと、精査が濁るんだって、ダメなやつって2番とかするから、わけわかんないって理由で。朝が来ました。8音もあるよ。昨夜死んだのは。ほぼもう3か4。ここにしか縄使わないから。使えないから、もう。時間がない。9番のプレイヤーは発言してください。6が、人狼しよう。6の発言を真に受けるかどうか。6が強靭で、人狼しようしてる可能性も見ている。3か4にしかいけない。この場合、死が悪すぎる。占い師が悪すぎる。強靭の場合ね。6と8の真偽をついてるのは。もうダメだよな。一応数占い師ってもうダメって言っただろ。ここだけはやめとけって言っただろ、あれほど。8の投票1なんですよ。4に入れてるんですよ。だから4は角黒、だと思う。で、6が、ロー、だったとき、強靭じゃなくて4で終わります、確実に。8の占い値って4だったと思うよ。だって、見たでしょ ?8 って4に投票してんだよ。だから4がやべえ占い、4と6がやべえ占われると思って8を噛んだって。そして黒囲いね。はい、今日4入れますね。はい。6号ローローは絶対ないと思うんだよ。は
4位だ。1番のプレイヤーは発言してください。3球のランでいいと思います。6、4ローだったとして。3釣りでいいよ。まあ大体昨日の釣りが釣るけど3釣りでいいよ。初日か。僕出るまでまあ7番が急に。だから3の色が分からないとこうなるから、言ってくれないと分かんないの。2番よりも3の色味が大事なゲームだろう。6番の、その3番を押してるのは何色を押してたのか。じゃあ6、4ローだったら2番じゃなく、釣り値9番にあげると思うんだけど。だから6、4なんて見えないから。まあ、9番さんか、3番さん。5番さんの狼は8番は買わないと思うので、3か9のどっちかでいいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。いや、6、9は見えんすよ。6、9はないでしょう。はい。6、4、ローローの強人残り戦やと思うんすけどね、8神が。まあ、そもそも6、8新居で取ったら1番さん噛まれてますね。はい。で5番さんが1の狩り炙り出したからもう制裁釣りって言っとるけど、1番さん、初日の2周目、8番さん疑ってましたよ。で狩り売るだろうが何だろうが、8番さん守らんでしょ、1番さん。そこ釣りをして何のデメリットがあるんですかね。それで制裁釣り言われるんやったら僕はもうたまったもんじゃないんです。うん、じゃあ負けるがいい。これはまず。俺に口答えは許さない。騎士守る気持ちがなかったから3釣るって言ってんだろ。もう制裁入れない。6番さんの方が圧倒的に2攻め。3番の色を見なければわからない。このゲーム、3釣り。その後4球だったら負け。以上。俺はだから3番の色を見ないとこうなるから言ってんだよ、もう。まあ、何のメリ、あの、問題もないでしょ。うん、じゃあ3釣り。って思いません。4球が3番いってくれたら俺は悔いはない。こういうプレイヤーを叩き潰す。6、4やと思ってます。はい。6、4の強靭残りに欠けてると思います。はい。以上です。間違ってたらごめんなさい、4番。4番のプレイヤーは発言してください。どうしても6、4に見せたいんですね。6番さんがあれだけ見せしされてて、6、4で4に黒打つメリット分かりる？しかも8番噛まれてんのに6番の2世ほぼ村って決定するな。6、4なんで6でだか番なんだ。4強人、え、マジでごめんね、聞こえる。いや、もう3番。6強人だった場合、9番さんも今日おかしいよね。6、5、5番さんは俺を追うな、3番釣れ、制裁釣りすれ。なあ、やっぱ5番さんが6、5だった場合、3と9に乗ればいいんだよね、4釣れって。3番さんと9番さんどっち、あと3番さんやっぱ1、だって7の役が2級のランって言ってんだから2級で1の狩りにゴリゴリやって狩り出させてるでしょ。やっぱ 3本線じゃないかなと思うんだけど、9番さん間違ってる村か強人。まあ負けたらしょうがない。4強人っぽいけど、もうしょうがない。もうここの色味をしない限り無理だって言ってんのに。なんか5番さんが。ここが大事なんだよ。ライン切りか、ライン切りじゃねえかって3番占わないんだから、もう大事な結果が落ちないんだから、もう。今日なんていうかわかんないけどね。今日なんていうかわかんない。私は、まあ票合わせられると嫌なんで3球どっちかに行きます。絶対。6、4ないから。ありえない。意味がない、それをする。
5番のプレイヤーは発言してください。はい、3釣ります。はい、まあ4級に強人いたら別にいいんじゃないですか。強炉いたら、はい、プレイヤーとして間違ってる3番は非を認めないから、2級のランテージで1騎士かもしれないんだから、そこの騎士を出させてはいけないのに、騎士を出せてもいい、俺が正しい。じゃあ釣られろよ。騎士を守れないやつを俺は釣るって決めたから。63のライン切りがあったのに、レイノが 3番してしない。3番1本で色味する。63のライン切りの可能性をまず追う。8番は、6一ロールなんかないだろ、まず。自分叩いてるとこ釣りをしてねえ、まずよ。3番釣り。あんで、遺言でなんか言えよ、まずよ。今後は、俺が言った通りのことを言う。自分が間違ってた、だと認めろ。認めなければ俺は何度でも釣ってあげるから。うん。まあ、しょうがないんだよ。もう3番の色が見れないんだから、1が普通始守りするけど、8番が悪いんだよ。ああいう時には1番だけ回避すんだよ。うまい占い師は。3釣り。騎士を炙り出した罪は重いから3釣り。はい。投票を反省しろ。オラじゃないべ。もう、反省がなかったからもう絶対釣り。村でも釣り。申し訳ありませんでしたねえのか、1番に対して。自分は正しかった。うん、釣られないだよ。俺は買えない。ただ4番臭いけど。もういいんだよ、もう。9番か4番の村にかける人口を取る。3番のプレイヤーが選ばれました。これがヒロちゃん。ゲーム終了。おと思ってたら14って無理じゃん。これ無理じゃん。俺無理じゃん、これ。これ相当無理じゃん。これ相当無理じゃん。これ無理じゃん。